中国の物語国際世論を形作る「中共のキャンペーン白書」の著者の一人でワシントン・ポストの元北京支局長ジョン・ポンフレット氏は「中共は数十年にわたる早くからの表だった活動や地下の活動を通じてのプロパガンダのノウハウを存分に発揮している」と述べた「表では中共政府の新華社通信 CCTVCGTN」 人民日報環球時報チャイナデイリーチャイナドットコムなどは全力を尽くして国内外でプロパガンダを実施しているこれらのほとんどは SNS の TwitterFacebookYouTubeInstagram にアカウントを開設したそれぞれ数万から1億以上のフォロワーがついているが中国国内の人々はこれらの SNS をネット封鎖により利用できない 裏では中共は膨大なネット工作員を利用してインターネット上でフェイクニュースを捏造し怪しげな YouTube チャンネルや偽の Twitter アカウントを開設して世論を誘導し表のプロパガンダと互いに利用し合って人々を混乱させている報告書は香港では暴力団と警官の双方を買収し搬送中運動に泥を塗り 台湾の選挙を妨害しパンデミックの中責任を回避するなどの主要な事件を挙げ中共プロパガンダの洗脳手段を詳細に分析した中共は伝統的なメディアを通じて自らの見解を繰り返しその見解を海外の視聴者に押し付けている裏では大量のネット工作員を利用してビデオやソーシャルメディアへのコメントの書き込みなどの手段で 中共の見解を補充し拡大している両者は連携し自由な海外のメディア環境の中で絶えず外国人を洗脳している対外プロパガンダにおける統一戦線部門の役割は巨大である白書によると中共の政治プロパガンダは主に宣伝部と統一戦線部という2つの中核組織を通じて行われている 宣伝部は中共のすべてのプロパガンダマシンをコントロールしており一方統一宣線部は外国メディアやソーシャルメディアを購入しさらには外国人代理人を育成して国際世論環境を一変させようとしているアメリカ名教集団の総裁カヒン氏は中共の統一宣線の指導機構である中国人民政治協商会議は 中共プロパガンダ体制よりも外部プロパガンダにおいてより重要な役割を果たしたと信じている中共は政教参加の有名人をプロパガンダに利用しておりこれらの有名人は芸能界、スポーツ界、投資界などの出身者であり彼らは政教に加入した後中共の現在の政策を鼓舞することが主な役割であるとしている 中共は国内外で視聴覚を制御し混交させるポンフレット氏はビデオリリース会で習近平総書記は政権について以来メディアを中共に仕えるための道具に完全に変えてしまったと述べた中共は国内でメディアを支配する一方で海外では数十億米ドルを費やして中共の党メディアのための完全なインフラを構築してきた 現在、新華社通信はアメリカに7局。規模から言えば世界最大の通信社であり、CGTN はすでに全世界各地に設けられている。また、人民日報は1回25万ドルの料金で折り込み広告としてワシントンポストの読者に配られている。 ポンフレット氏は大多数の海外の中国語メディアがすでに中共に直接または間接的な投資などで買収されコントロールされていると述べた中共はこれらのメディアに資金を投入するだけでなくジャーナリストの訓練を支援し中共に公式ニュースを提供させ中共と調整し 中共の海外の宣伝と影響力を拡大できるようにしている。